1924年のオリンピックのラグビー競技はパリで行われた。アメリカ合衆国がパルチザンの観客の前でフランスを破り金メダルを獲得した。全試合がコロンブのスタッドオランピックで行われた。2016年に7人制ラグビーが導入されるまでオリンピックで最後に行われたラグビー競技であった。1923年9月。 アメリカオリンピック委員会は1924年のパリオリンピックにアメリカラグビーチームを送ることに同意した。フランスオリンピック委員会は1924年のパリオリンピックの最初の競技としてラグビーを予定しており、ルーマニアとアメリカにはヨーロッパチャンピオンに対する置物の敵となることのみが期待されていた。フランスは早朝に金メダルを獲得するために選出された。 アメリカのオリンピックラグビーチームはカリフォルニア州オークランドから電車、バス、フェリーで6000マイル移動した後、イングランド経由で1924年4月27日にパリに到着した。選手たちがフランスの土地に足を踏み入れる前からチームは敵意の対象であった。アメリカのチームはブローニュの港で入国管理官から入国を拒否され、 さらに選手たちは12時間以上も事態が解決するのを待っていた。フランス対ルーマニアの試合の一シーン1924年のパリオリンピックは5月4日のフランスとルーマニアの試合で始まった。最初の15分でフランスは東ヨーロッパの小国に59対3で勝利し、スタッドフランスへのウィングアドルフ場外による4回のトライ含む13回のトライを記録した。 試合後、フランスとアメリカの試合の審判員をめぐり別のラウンドが始まった。論争はフランス側に悪化し、チームに練習場を提供しなくなったため、アメリカのチームは自分たちで都市の郊外に公演を見つけた。火の手は降り、フランスの報道はパリシュカウンセラーがアメリカのチームを批判する記事を発表した。アメリカチームはフランスチームが ピッチに来てこの問題について議論するよう招待した。さらに悪いことに、その週末にアメリカ側がルーマニアとの試合を撮影できなかったというフランスオリンピック委員会の決定についての議論が始まった。フランスの会社がオリンピックを撮影する唯一の権利を与えられており、アメリカチームが試合を撮影するという要求は完全に拒否されていた。8日の会議では、 問題は解決しなかったため、サム・グッドマンは、フランスの主催者に、アメリカが撤退する、可能性があると伝えた。火に油は注がれ、その日のトレーニングセッション中に、アメリカ選手の服が奪われた。フランス人の随行員が配置されていたが、チームは、約4000ドル相当の現金と所持品を失った。クリーブランドとそのチームメートはあまり幸せではなく、報道における扱いに、 アメリカが呪われ、パリの通りに唾を吐いた。フランスの報道機関は、パリで激しい反米感情をかき立てた。ボールを持ったアメリカ選手、チャールズ・ドート、ルーマニアチーム日曜日、5月11日、アメリカチームが、フライハーフのノーマン、センターのリチャード・ハイランド、フランカーのジャック・パトリックを持ってコロンブのスタジアムで、ルーマニアを破った。 フルバックのチャーリー・ドウはそのヒキックの調子が良く13点を挙げた。印象的な勝利であったが困難な状況が醸造されていた。アメリカ人がボールに触れるたびに約6000人のフランス人の群衆がブーヤシという音を立てた。逆にルーマニアチームがボールを保持すると歓声と叫び声を上げた。そして誰もがアメリカチームが厳しい。 身体的な試合をすると感じていたが、アメリカとフランスの両方のスポーツ記者は、その大きさと適性と相まって、暴力の欠如とアメリカのプレーの熟練した性質に注目した。フランスの報道の中にはファンが試合で、不平等であったことを認めたものもあった。それでもオッズはアメリカに対して5対1に設定され、スティルザオッズは、セットアット5対1アゲンストザ、 US ウィズウェイ2 0ポイントスプレッドインザアプカミング、マッチウィズフランス、2日後決勝の審判員の問題はウェールズのアルベルトフリーシーが選出され解決したコロンブスタジアムで行われたフランスとアメリカ合衆国の決勝ではフランスのファンがアメリカチームにブーヤシという音を立てたフランスのファンはボトルや岩をフィールドやアメリカ選手や役員に投げ スタンドで乱闘が起こった。アメリカの控え選手キデオン・ネルソンは、杖が顔にぶつかった後に意識を失い、フランスのファンが決勝のホイッスルでピッチに侵入し、アメリカチームを守るために警察が置かれた。メダル授与式では、正常期がフランスのファンによるブート、死という音でかき消され、アメリカチームは警察の保護の下でロッカールームに護衛されなければならなかった。 完全な選手名簿アメリカ合衆国とフランス、それぞれ金メダルと銀メダルを獲得した。ありがとうございます。